いやあ、佐々木圭介だよー。アウトデュース、ビヨンドクロノス。今回から3週目、やっていきたいと思いまーす。いや、厳密に言えばですね、動画で1週目、2週目やって、その後、動画外で、3週目ちょっと、簡単なバッドエンドを見て、今4週目を森の中ではやってるところなんですけども、まあ、やっていきたいと思いまーす。アウトデュース。ですね、今回からちょっと攻略サイトを見ていきたいと思いますね。攻略サイトを見て選択肢選びをね、ちょっと攻略サイトに委ねつつ、見たいエンディングを見ていくような形をとっていきたいと思います。3週目なんでね、ちょっとカットの方もちょいちょい入れながらやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。では行くぜ。どっから始まるんだよ、これ。前回の終わり。夢の中、私は、誰かを追っていた。君は誰だ。これ何で毎度毎度さ、週の終わって次の週に入るときにさ、こういう導入が入るんやけどな。いつの間にか私は蝶になっていた。いつもこれスキップできんってことはさ、なんか新要素入っとんかな。蝶の背中を追って宙をふわふわ飛んでいる。大体似たような文章な気がするんやけど。空を目指して必死に羽を動かした。はい。でも蝶の体は軽すぎて、一風吹くたび右に左に流される。ポエムなんよな、この辺り。少し羽を休めよう。見つけた花に二人で止まる。蜜を求めて花びらの中心に。でもそこはカラカラに乾いている。蜜はなかった。この花は偽物だ。ここらの花は全部見た目だけのまがいもの。ああ、なんかこの街の AR で華やかにしてるだけみたいな街の様子をね表してるかと思った。空にはとても届かない。地上に花も存在しない。悲しいねと羽ばたいた。悲しいねともう一匹も羽ばたいた。まさにクロエとコウコを表すかのような2匹の蝶。そんな感じがするね。またこの壁か。何も見えない。そしてサンルーム。これは夢。またコウコじゃ。クロエにもきっとあったはずなの。何かに感動して言葉をこぼしたくなる瞬間が。この週の最初にいつもコウコロの回想が入るからね。比べてみれば多分別の内容のこと喋るようだろうな。なんだこれ。なんだこれ。なんか前にも見たことあるようなでっかいガンツみたいな青いガンツみたいな。なにこれ。ピッピッピッピじゃないんですか。どうしたらレイヤーを下げてみるか。はい。あれは、あ、種じゃ。ダリアじゃなかったっけこれ。うん、ダリアの種。これは何回も見てきたけど。空いている植木鉢に植えてみるか。種から育てるのは初めてだが。おう、初めての家庭菜園。クロエ、初めての家庭菜園始まりますよ。土は棚の上にあったかな。棚。初めての家庭菜園キット。トンマッキ。あ、持ってこればやん。あとは水をあげて。水。あ、ちょうどあるね。なんか近未来のジョウロと思えような、なんか割と現代なジョウロ。これでよし。レイヤーも戻しておこう。はいよ。なんでこんなんで囲ってあるかはちょっと定かではないが。ダリア。
育ったー、あと4枚育ったー、何が起きてんのかぐらいあと4枚育ったー、魔法使いじゃんお前、もう育てちょっとずつ育っていく楽しみ奪われとるじゃないか水を焼きながら毎日毎日育っていくところを見るのが楽しいんちゃうんこれ、なんてちゃうんかな黒へ見て、はい、また一輪咲いたのよ、また一輪咲いたのよじゃないよもう今一瞬にして三輪咲いてしまうとけでさおいおい、育てていく楽しみなくなっとるからな、少し発育が悪かったから心配していたのよでもよく咲きました、頑張ったわね、うん、発育良すぎるやつを先に見てしまったけんな、どういう感想を抱けばいいのかわからんな、これ。目が見えないのが少し残念。うん。きっと素敵な色をしているはずなのに。そうだよ。さっき見たやつはめっちゃ綺麗な赤色をしてたよ。ねえクロエ。なだい？この花はクロエの目にどう映ってる？私に教えて。赤いです。もう見たままはそのまま一言で例えるなお前。他にはダリアです。なめくちゃっとるな。なめくさっとるなこれ。なければ驚きよ。他にはダリア、キクルイ、キクアカの皮脂植物です。ウィキペディアやめよ。キシコ原産。ウィキペディアやめろやお前。知識を聞いているわけではないの。知りたいのは感想よ。うん、でも現代だったらさ、それってあなたの感想ですよねって言って論破してくるやつがおるけん、あんまりうようよ感想だけ、感想だけを述べよったらさ、あんまり良くないんですよ。感想定義は衝動のまま思わず紡がれた言葉のことよ。綺麗だとか美しいとか。そうなのよな、この頃のクロエにはそういうのが乏しかった。クロエにはない、思うより先に言葉が先行した経験があるのかなぁ、なんていいえ、本当にそうかしら。クロエは自分で自分を強く抑制しているだけだと思うの。その心は？なぜそう思うのですか？この数日間あなたと話してきたからよ。はい、話せばわかる、あなたの心のありようくらい。クロエ、あなたからは豊かな心を感じるわ。そうですか。声に、言葉に、表情に。ああ、見えないからこそ、こう目が見えないからこそ、そういうところが敏感に反応できるよな。クロエにもきっとあったはずなの、何かに感動して言葉をこぼしたくなる瞬間があったかな。ヤマトまたアホなことしてるなみたいなことは思っとったかもしれないけど、どうだ歌、こう見たら、コウコめっちゃスタイルいいなって思うんですけど、お腹周り細いなって。ここに初めて来た時にコウコ様が歌っていたあの歌はとても綺麗だ。歌は歌言ったんじゃ。率直ね、こういう時は憎たらしいわ、あなたのそういうところ恥ずかしい、本来人に言ったら恥ずかしいことをさ素直に言っちゃうからね。気に触ったのなら謝罪します。いいえ、必要ありません。むしろ今とても気分がいいの。そうだね、褒められたからね。気分がいいから歌ってあげる歌で気分表現するタイプの人なんだね歌えや、歌声聞かせろや戦って。コウコ、私はどうしたら、何をしたらいい。私は未だにコウコの言っていたことがよくわからない。戦ってってどういう意味だったんじゃ。コウコ何かが見えとったんかな。コウコ、夢、ダリアが咲いている。まさかあの夢の影響なのか。咲いてるな、全部咲いてる。ハロークロエ、あれ、お待ちかねのピクニックの時間だよ。今すぐおいで、さあ早く。時系列的にどっからスタートだよこれ。ライサイリスタートのどこから、ピクニック、ああここね。人型メテオラの研究どころとかね。にすると
迫力満点の大きさだね。スケールが狂っているよ。博士、人型メテオラについて何かしらの事実が判明したら逐一報告を。この辺からなんだ。リスタートはスキップ、あ、できるわ。多分一緒ってことか、この辺りは。じゃあスキップさせてもらいますね、こういうところは。気づいてる。人型メテオラが座っている場所、ちょうど座標が同じなんだよ。コウコさんの捕食された地点と。あれ、こんなこと言ったっけ。待って、こんなこと過去に言ったっけ。そうなの。あ、ほうなんじゃこれ。こんなことなんか過去に聞いたことないぞ俺。青葉に言われた。あー、こんな絵見たことない。確かにここだ。待って、思いっきり飛ばしまくり言ったけど、なんか初見の文章出てきた。ねえ、クロエ。2周目と大体似たような展開やなと思ってガンガン飛ばしまくり言ったけどさ。こんな文章2周目になかった。コウコさんは立ち上がることができていたのかな。コウコさんは歩けないはずなのに。あ、そういえば立っちゃったような気がする、階層の中で。ねえクロエ、今から僕が言うことは突拍子もない考えかもしれないんだけど。なんだい。もし仮にだよ、コウコさんの歩行の力が、うん、メテオラの助力によって成り立っていたのだとしたら、コウコさんとメテオラは一体どんな関係にあったのかな。捕食の前には何か融合しとったんかな。関係、コウコは一方的に食べられただけじゃない。ってことになるね。すでにコウコの体の中にメテオラがおったみたいな感じなんか。ごめん、少し考えすぎたかもしれない。少し、確かに一つあるかもしれないね。理にかなった得ることがっていうか、通じ目が合うようなことがさ。一人で考えさせてくれ。でもそれはそうなるとさ、ワイド前からコウコってメテオラだったのかみたいな、メテオラの力持ってたみたいなのが気になるからな。コウコは何をしていた。だからこそ一人でここに歩いてきたっていうところもあるのか。ちょっと謎が一個いうところで解けてきたか。今の私にできることは。なんだ？この花びら。え、この花びら。見たことない選択肢の銃。え、銃を撃つ、見守る、歌う。あれ？こんな選択肢なかったぞ、過去に。銃を撃つだったらあったような気がせん。え、なんかね、銃を撃つ選択肢あったね、でも。選択肢。攻略サイト、攻略サイト。攻略サイト見ます。銃を撃つか。俺が狙い寄るところは、俺が狙い寄るエンドに向かうには。あ、なんか花びらが押してったような感じのエフェクトになった。俺最高のエンディング目指しちゃるわけではないけどさ、最高のエンディングじゃないからこういう感じになったんかな。手向けだよ、コウコ。今ね、ちょっと攻略サイトを見寄るって言うんですけどね、一番のエンディングじゃないやつ狙っていっきょんでね。多分一番のエンディングだったら今なんかじゃなかったから、なんか花びらが散っていったようなエフェクトになったんかな、知らんけど。あ、そして戦闘。そうじゃ、戦闘がここで入るんだったな。きたー。そうそうそう、こいつとこの大型のメテオラが、人型のメテオラがさ、取っ組み合いの喧嘩するんよ。敵メテオラにエネルギー反応。そうだったね、そんな展開だったね。そうそうそう、こんな感じじゃ。うわー、なんか官能的な体みたいな感じで見よった気がするわ、初見の時さ。一応色合い的には YouTube にバンされんと思うわ。されたことないからね。はい、じゃーい。もっとお肌の色がさ、人間っぽかったらちょっとアウトなんよな、YouTube。おしゃっております。メテオラ同士。
この辺は一緒かな。あれだからウルトラマンと怪人が戦いよるときって下から見ようたらこんな感じなんだろうかな。ああそうやね、帰ろう帰ろう。オッケー。もしかして今人型のメテオラは私を。そりゃそんなシーンだったな。わあ、官能的なお尻。まったく、調査の途中だってのに空気を読まない連中だ。この辺は一緒っぽいな。スキップできるね。飛ばさせてもらいます。クロエ、僕の方でいくつか使えそうなものを用意したよ。なんだかドドドとカットしてしまったんですが、あの戦闘が終わってから。アニマは六角、アニマで名前を付ける、ノアのライブ、パトロックスが出てきたあたりみたいなのを飛ばして、アニマの研究で選択肢がいろいろ出てくるあたりですね、このあたりって。確か。気が乗らないが仕方ない。準備ができたらまた声をかける。2週目にもこのシーンはあったんですけど、俺確か2週目の時にはですね、結構アニマに対して危害加えまくってね、それでいろいろそっちの方のルートに入っていたと思います。なんで今回は違うものを選択して違うルートに入っていこうという狙いのところかな。どうするんやったっけこの辺り。あ、始めよう。よし始まった。僕が反応を記録するから。クロエ、どれから試してみようか。でさ、2周目の時はさ、この抑止装置でね、思いっきり危害加えまくったんでね、ちゃんとした選択肢を選んでいきたいと思います。攻略サイト ガン見てね、攻略サイトガン見してましたね。攻略サイト的には何なのかと。ピザか。その後にメテオラの声を試す。ザ・ピザ。ピッツァ？美味しそうですよね、ピッツァ。ピザとのご対面。いいぞ。視覚と嗅覚、それに味覚。メテオラはどんな感覚を持っているのか、ぜひ知りたいね。メテオラってなんか食べるんすかね。食べ物を目の前にしたい。興味すら持たないみたいな。そうなんじゃ。人間ぐらいかこんなものを興味持つんは。メテオラは興味持たないのか、うまいのにな。メテオラが食事などするものか。そっか。他にも試してみよう。ではメテオラの声を。これは他のメテオラの声を警戒してる。敵対しとんじゃ。ああ。何だ。おっと。大丈夫。実際にアニマがいる部屋の音波が全てこちらに届いているわけじゃないんだ。もちろん直接受ければひとたまりもない。あいつ壁を破壊しようとしてるんじゃないか。大丈夫。アニマがいる部屋はマキアの装甲と同じ材質でできているからね。かなり頑丈な作りのはずだよ。けどいいのか。このまま続けても絶対に安全とは言い切れないだろう。すごい凶暴になってるな。あ、メテオラの声を聞いてこうなるんじゃ。もしかして他のメテオラを敵と認識している。そうなんじゃな。それはちょっと意外なところ。まあ確かに分裂型のあいつと取っ組み合いの喧嘩しようったもんな。今日はこのくらいにしておこう。
調査結果は僕がまとめておくよ。お願いします。すまない、助かる。ねえクロエ、なんだよ。調査の感想を聞かせてよ。なんで感想文とかがいちいち答えないといけないんですか。新入社員のね、研修みたいな感じになってるよ。お前、君はアニマを何だと思った。単なる何もいいじゃないですか。それとも何か人間的な性質を持っていると感じたかな。あ、選択肢か。ちょっとこの辺をちょっとちゃんと選択肢選んでいかんかったら違うエンドニングが入ったら嫌だからな。ここは保留か。保留なんじゃ。わからない、今は何も考えられない。おや、ということは人間の弱さがあると感じたのかい。違う、私はただ迷いが生じてるね。あ、それにしてもジュリア博士スタイルいいっす。これは面白いことになってきたね。あいつは一体何なんだ。メテオラがあんなことをするのか。まるで子供のような。わからない。だからこそ迷いが生じている。これが昨日の調査結果になります。やはり特殊個体はメテオラというより人間に近づいているようだね。これは2日目に入るか調査。今日はコウコちゃんゆかりのものを与えてみよう。なぜそんなこと。決まっているじゃないか。まあ、その方が反応が良さそうやけんな。コウコを捕食したからだ。メテオラが人を捕食することでどれだけ記憶や思想、能力を引き継ぐのか、その度合いを調べるためさ。それってつまりコウコの使ってたものとかコウコの好きだったものをあのメテオラに与えるってことか。そうなるね。そんなんでわかるのかよ、あいつがコウコの記憶を持っているって。わかるのかわからないのか、少なくともその答えがわかる。かつてアインシュタインは言った、神はサイコロを振らないとね。同感だ。人間とメテオラどちらの特色も併せ持つこの生物、我々の未来さえ変えかねないこの生き物が確率に依存した偶然の産物で生まれたとするのはつまんない。どうしてコウコの姿をしている。どうして今我々の前に現れた。そこには理由や法則が必ず存在する。何らかの意図が隠されているはずだ。私もまた声を大にして言おう、全ての事象に意味があると。難しい話しないでください。黙っちゃったわ。コウコ生命を引き出すことでどこで話入っていけばいいかなって。黙っちゃったわ。お前知りたいだろう。知りたいよね。お前にも小さいなりに怖えんだよ。あんた、どうでもいい時に目すごい怖い顔になるやん。お前好奇心には抗えないはずだ。そうだろう。もうちょい愛嬌ある目にしてほしかったな。もう体全部が腎臓だったら。いや、もうそうだな。バカバカしい、やめておけクロエ。コウコの目をメテオラに差し出すだと。そんな行為はお前自身を迷わせる。くだらない命令なんて聞く必要などないぞ。でもアニマの存在を解き明かす鍵にはなる。その事実は否めないよ。それでクロエが苦しんでもいいというのか。もちろん無理強いするつもりはない。決めるのは君だクロエ。選択肢だ。でもこれクロエ、な、選択肢的には物を与えるの方を選ぶよな。そうやな。おっ、コウコの物を与えることであの特殊個体の謎が解けるのならやってみる価値はあるかもしれない。ジュリア博士がこんな笑顔やけんな。おー、今日はノリがいいじゃないかクロエ。うん、何もせず考えあぐねているよりはずっと建設的だと思うよ。僕たちは進まなきゃいけない。アニマの謎を解くことはきっとコウコさんのためにもなる。実はそう言ってくれるのを予測してすでに用意してあるよ。なんだい？お前
勝手にココの部屋に入ったの。ははほだ、プライバシーのかけらもねえな。いいからいいから。でこれでさ、ジュリア博士が持ってきとったらさ、持ってきたんがさ、ココを下着とかだったらさ、お前ぶん殴るぞってなる。セクハラだ、ぶん殴るぞ。あ、でも一枚よ、僕にちょうだいって。私が持ってきたものの中からクロエが試してみたいものを与えてくれ。どんなもん持ってきたんだ。よろしく。冗談じゃないぞ。とてつもなく変なもん持ってきたら嫌やな。前にも言ったが、あいつはトロイの木馬だ。早く排除しないと最悪この町を破壊しかねえ。それを調べるんだよノア。敵なのか味方なのか。ヤマトがすごい神妙な顔なんよな。ちょっとコウコとかとのつながりを重視するヤマトとノアがこんなちょっと神妙な顔しとって、そんな中でもアオバはでも先に進むべきだっていう考えを持っとるけん、こんなこっちこれに肯定的なんよな。私は警告したからな。取り返しのつかないことになったって。もう知らん、勝手にし。だってこの辺の選択肢はどうなるか。ノアの気持ちもわかる。心配なんだろうね、クロエや町の人たちのことが。そうだな、それはわかってるんだが。あいつはココに会ったことがない。だから私たちよりも過去に縛られてはいないんだろう。そうだね、僕たちで証明しなきゃ、アニマが危険ではないということを。うん、準備ができたらまた声をかける。まあすぐやってください。僕はもういいんで、すぐやってください。始めよう。よっしゃ。クロエ、どれから試してみようか。何を用意したんだい。コークの好きな曲、オニー、星座図鑑、抑止装置。これ前回ここでも抑止装置使ったな。ダメ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 。残念ながらコークの下着はなかったね。みんな残念だったな。何を与えればいいんだ。攻略サイト的には星座図鑑のコークの好きなもの、曲、星座図鑑なんじゃ。ポニーをちょっと選んでしまいそうな気がするんやけどな、知らんかったら。星座図鑑なんかあったっけ。なんかちょっと興味深そう。ピザよりはちゃんと興味持ってる感じになってる。興味を示しているようだ。読んでいるようにも見える。読むという概念があるのか。メテオラに星座がわかんのかよ。俺でさえあれ見てもチンプンカンプンだってのに。それはお前の頭が足りてないだけだよ。メテオラがどこから来るのかはわからないけれど、例えば空の向こう、宇宙から来ているのだとしたら。ああなるほど、見たことがあるみたいな感じか。もしかして故郷を思い出していたりして。ああ、そうよな、メテオラってどっから来ようだろうなって、ね、赤ちゃんはどこから来るのみたいな感じやもんな。まあだが所詮紙に描かれた絵だ。あんなもので宇宙を感じることなどできんだろうよ。ではやはりあの本を読む仕草はコウコさんの記憶によるものでしょうか。ああ、あれだけで探偵はできん。だが一理ある。見たこともないはずなのにあれを本と認識しているようだしね。そうなの、本っていう認識なんじゃこれで。本っていうものは分かっとる感じになったんじゃ。クロエ、次のも試してみよう。次が曲か。ココの好きな曲ってなんだろうな。どの曲のこと言うんだろう。聞いたことないね、こんな曲流れたことあったっけってぐらいの曲聞いた。コウコさん、あからさまに曲顔変わった、あからさまに表情変わっただよお前。ああ、聞いていたものの一つだ。まるで大好きな曲にうっとり聞き入っているような反応じゃないか。もうなんか隣にゲセヌっていう思いができそうな顔になってますけどね。やっぱり好きなものもコウコちゃんと同じなのかね、クロエ。偶然だろ。こんな表情この表情ちょっと好きやな。
OK だよクロエ。OK 出ました。君が熱心に調査を続けたおかげで、はい、だんだん浮かび上がってきてる気がしないかい？まあ、ちょっと分かることは分かったけどさ、だからなんだっていう感じじゃんやけど今のところ。アニマにコウコちゃんの影響があるかどうかが。でもコウコの影響をなくしてはさ、ちょっと反応せんだろうっていう部分もあってるような気がするよな。それじゃあ次のフェーズに入るとしよう。わ、次のフェーズ入っちゃった。二週の時はもうアニマのことを痛めつけてばっかだったけどさ、全然フェーズが進んでなかったけどさ。今度は君がコウコちゃんゆかりのものを選んで持ってきたまえ。お、クロエチョイスか。生前の嗜好品、お気に入りのおもちゃ。なんで青葉こんな顔になった。君の判断に任せるよ。なぜ私がコウコのものをあいつなんかに。だからコウコなのかメテオラなのかを判断するためだと言っているだろう。そうか。クロエだって本当は気になっているくせに。もう少しでアニマの中身の正体がわかるかもしれない。それともここまで来てやめるのかい？準備ができたらサンルームに行くか。おい、それはひどいだろうという顔のヤマト。ヤマトが博士に詰め寄っている。私が行くとヒートアップしそうだ、うん、なしゃ。アバなんでこっちを見てる。アバなんでこっちを見てるんだ。目が合ってるぞ今。なんもないんか。なんもないんか。お前なんもないわ。じゃあサンルームに行くってことはこっちか。そろそろ行くか。オッケー。コウコゆかりのもの、何を持っていけばいい。このチョイス、何を持っていけばあの特殊個体は反応する。あいつの中のコウコは。待てよクロエ。あ、ついてきた。あんま街を一人で歩くな。最近パトロックスの連中が騒いでるからさ。そうだね。心配無用だ。レジスタンスとはいえむやみやたらに襲ってくるわけじゃないだろう。まあそうだけど一応ね。それにコウコさんのもの一人じゃ運べないだろう。僕たちも手伝うよ。どんなでっかいものも運ぼうとしてるんだ。ピアノとか持ってこようとしてるのか。ピアノあったっけ。手を借りるほど大量に持ち出すつもりはないぞ。わかんねえぜ。例えばほら机とか一人じゃ持てねえだろ。そんな大きなものを持っていくつもりは。さあ何を持っていくのかな。クロエは何をチョイスするんだ。気になるね。さてと、コウコにゆかりのあるものか。なんか机の上に気になるものがあるけど何あれ。いいのか分かんなかったけど、さすがにここへ来たらコウコとの思い出ばかりだな。そうやな、この4人でいろいろやいよったもんなって感じか。どんなのがいいんかな。判断基準は大いに越したことはないけれど、全部持っていくわけにはいかないからね。まずは厳選しなくっちゃ。クロエ、何か目ぼしいものはある？なんか机の上にあるのが気になるけど、あれなんすか。これ何、リボンか。あー頭につけとったやつじゃ。どう、ここにさっき与えんかったやつが2つ。あー車椅子もあるね、思い出の品。ほんでもってこのオルゴール、あーなんか階層にもあったやつじゃ。グリス塗ってさ、なるようにしたやつじゃ。じゃないかな。他には、ダリアの植物もありか。まあ、ダリア結構なんか重要そう。そう考えたら、ダリア一人持っていく難しいぞ、みたいな。こんくらい？あと反応するもんはないかな、と思われますが。なさそう。ないな。こんなもん。あれ？でも話進まんけんな。もう全部選び終わったみたいなんで、攻略サイト見てみたらですね、
オニとリボンを持っていけって。やっぱ机の上にあるこの二つ気になっとったんよなって。あれ？ダリアじゃないんだって。ダリアなんか重要そうやなと思っとったんやけど、ホニーとリボンを持っていきます。これは。もう二つ。クロエ、何かいいもの見つけた？決まったよ。アニマの元へ向かいましょう。なるほど。コウコさんが日々触れていたものであれば、うん、アニマの中のコウコさんの要素をうまく刺激できるかもしれないね。そうなんだよ。もちろんアニマの中にコウコさんの要素なんてものがあればの話だけど。まあそうなんやけど、ありそうなんよな。なかったとしたらどうなる。壊されでもしたら。そうならないよう願おう。中にあえコウコがおるって知ってもなんか嫌やけど。どれから試してみようか。これも順番があるらしい。フォニーからまず。はい。なんかマジマジを見てるね。何それ。何の反応だ。その顔何。見たかお前たち。あいつはフォニーをどこにつけるか知っているようだ。つける場所分かっとんじゃ。俺たちの真似をしてんじゃねえのか。真似ったって俺らの耳にこれがついてることをちゃんと見とるもんか。これ自分も人間のつもりで。もしそうなら彼女はメテオラよりも人間に近いということになる。そうなるね。笑顔。メテオラのくせに人間になりたがるか。実に愉快だ。いずれ我々を真似して喋り始めるかもな。なんかそれはそれで見てみたい気もするな。他にも試してみよう。もう一つリボン。リボンもしかしてつける場所分かっとる感じなんかな。どうなんだろう。リボン誰もつけてないけんさ、この場では。こればっかはさ、頭に突き出したらさ、もう知識として分かっとるようなもんじゃないん。あ、これはさすがに分からんか。マジか。え、手に取った。結ぼうとしているのか。え、髪をつけたー。濃厚だよ。そうやな。もうこれ初見でそこにつけるって分かっとったら、もうリボンっていう知識分かっとることになるでないか、これ絶対な。リボンが頭に飾るものだと知っていなきゃあんな行動は取るまい。なあ、記憶があるんだ、ここの記憶が。そうじゃわ。メテオラ時代にリボンをつけてない限りね。メテオラのリボンってなんやねんって話やもんな。おお、面白い結果が出たね。だいぶ進歩したぞこれ。どうやらかなりのコウコちゃん要素を引き継いでいるようじゃないか。確かに。コウコの記憶があいつの中に。記憶だけじゃない。もしかしたら特殊個体の中でずっと生きているのかもしれないし、意識を継いで生まれ変わったのかもしれない。なんかそれはちょっと嫌やな。可能性ありありで最高じゃないか。コウコの知識を得られてるというか、もうコウコそのものなんじゃないかっていう感じで。マジで言ってんのかよ。反射的にそうしているだけかもしれないし、ただの偶然かもしれないけれど、偶然というにはあまりにも。だよな。似てるの。くそ。けど俺は信じねえ。信じたくねえよ。ヤマト。だからといって現実を直視しないと進まないことだってあるぜ。いいね、葛藤するアホは好きだぞ。バカにされてる。さあクロエ、君は一体どう思っているんだい。これどうなんだい、攻略サイト。あ、認めるなんじゃ。でも認めざるを得んような状況を来とるけどね。効果の何かしらの形質は受け継いでいると思う。いいね、面白くなってきた。強情なクロエがそこまで認めるなんてさ。そうだな、そういう選択肢になっとんか。
でも2周目よりもさ、わからんかったことは分かってきとるけどさ、こっちとしてもワクワクしてる感じがあるぞ。あれはやはりメテオラだ。コーコを捕食した影響で、その姿や性質を一部受け継いだだけで。意地を張るのはよしたまえ。本音では確信してるんじゃないの？アニマの中にコーコがいるって。どうなんだろうな、そのあたり。追ってほしいと思うのか、追ってほしくないと思うのか。いるっていう仮説になったら、それはどちらなんだろう。ということで、クロエに素直になってもらうため、最後に選ばせてあげよう。本当に君がアニマをただのメテオラだと思っているかどうか。もうどっちかはっきりしたまえってことか。何これ。今抑止装置の力を最大出力にした。これを使えばアニマを半死のような状態にまで追い込むことができる。さらにこいつの動きは封じられるから都市を守ることもできるし、何よりいつも君が言っているようにコーコちゃんの仇を撃てる。シューリー博士、それはいくらなんでも酷じゃねえのか。ガイアは黙っていない。私はクロエに尋ねているんだよ。悪魔め。どうするどうするクロエ。私は、ああこれ選択肢的にどうなん。押さない。あ、押さない選択肢なんだよね。やっぱり使えないじゃないか。クロエはやっぱりアニマに情が移ってしまっているわけだ。もしかして本当にコーコちゃんの生まれ変わりだと思ってる。違う、あいつはメテオラだ。ただ万が一何かがあった時に困るだけだ。素直じゃないねみたいな感じやろ。ほんまに素直じゃないねみたいな、ツンデレみたいな言い方だったのかな。首相だね。だがまあ一理ある。結論を出すには早いんだよね。そうか、まだまだ調査は足りないんだ。いろいろな事象はあやふやなまま。ということで、はい、君に追加命令を下す。クロエ、もっともっとコーコゆかりのものを探してきてよ。星ヶ谷さんめ。いや、そこまで言うたらさ、コーコを下着とか持ってこなあかんでないか、お前。コーコの、もっと身に近いところにつけてるもの、リボンよりも近いもの、それは下着だろう。とは言われてもさ、めぼしいもんはもう持ってったしな。これ以上にめぼしいもんってあるんかって思うけどね、確かにこの部屋で。他に何があったっけ。いっそのこと車椅子にでも乗っけて遊ばせてみっか。子供じゃねえんだから。めんどくせえな。思い切ってあの特殊個体をここに連れてきた方が早いんじゃね。確かにそうかもしれないな。あー、バカを言うな。特殊個体を外に出すなんてジュリーが許すわけがない。まあそうなんですけどね。私だってごめんだ。ここにあいつを連れてくるなんて、ただでさえ毎日。分かってる分かってるよ、冗談に決まってるだろう。俺だってあれはコーコじゃないって思ってる。ほんまにか。私はジュリーに知らしめるためにやっているんだ。コーコのものを見せたって無駄だって。ほんまにか。でもなんかコーダカではちょっと思っとるんじゃないのか。あれがコーコであるはずがないって。ほんまにそう思ってるか。分かってるよ。しかしなんつうかさ、どうしても思い出しちまうな。ここにいるとさ。何をだ。コーコがいたってこと。ああ、コーコがいたってこと。そやな、完全にこれが思い出のワンルームやけんさ。あの存在自体が夢みたいで、不思議な人がちゃんとここに住んでたんだってこと。幻想的な人間みたいになってるよ、お前。コーコゆかりのものを探せなんてさ、まるで思い出を乱暴に掘り起こしてるようで嫌な感じだぜ。そうか。クロエはさ、コーコがいなくなってからずっとここに住んでるんだろう。辛くないのか。こんな部屋どこ見たって思い出しちまうじゃねえか。むしろ忘れないようにしとるんか。ルームの花を枯らしてしまうわけにはいかない。私はコーコから世話を任されていたから。なくなってなおその使命っていうのを全うし続けようかな。けど日々やな、時々考えちまうよ俺は。
コウコとの過去に閉じこもってばかりだとさ、うん、いつかお前この部屋から出てこられなくなるんじゃないか。確かにそうかもしれない。さあ、ここは選択肢は何を選ぶ？安心させる。そうはなっていないだろう。少なくとも今は。今の話してるんじゃないね。まあ確かに。今でこそクロエはメテオラ狩りに夢中って感じだけどさ、これからだってそうかは分かんねえんじゃねえか。効果を食ったメテオラを倒したら、お前は何が残るんだろうな。じゃあ、お前が何か別の夢中になることでも探してくれるか。恋人に言うようなセリフやんそれ。私の夢中あなたに託してみようかな。おーおーいいぜ、もちろんだよ。そうだな、またライブでも企画すっか。いいんじゃないか、私は参加しないだろうが。しろや。そこまで言うたらしろや。いやそこは参加しようぜ。せっかく開いた同窓会参加しないみたいな感じだろお前。付き合い悪いなお前。キュラノスとジスベ。お、何それ。ほんじゃ、すれ違う男女を描いたシーンは高校にせがまれて読んだことがある。神話、なんでこんなところで男女がすれ違いの話の本、なんでそんな話の本の話出てくるのお前。男女の悲しいけれど、高校に言わせてみれば。何これ、なんかのフラグ？なんかこの先の展開を予言するかのようなフラグ？ラブストーリーだとか。ラブストーリーか。まあ、あんま、おかえり、クロエ。アルトテウスのテーマに合っとる感じがせんへんな。ただいま。いらっしゃい。じゃなくて、おかえり？おかしくないか？何もおかしくないわ。言ったでしょ？ここは私とクロエのサンルームだもの。だからクロエも元気にただいまって返してくれていいのよ。ただいま。言わない。言わない。お洗濯して私が眠るまで添い寝してくれていいのよ。家政婦じゃねえか。私を召使いか何かかと思っているのか。いいえ、大切な家族だと思っているわ。だから甘えるの。バイオハザード7だったらお前も家族だって言って殴られますよ。読んでクロエ、今日は絵本を選んでみたわ。そうか、これも絵本をさ口にして読むんか。ピラモスとティスベ、神話に描かれた甘々なラブストーリーよ。ラブストーリー、私はそういうのは。ちゃんと心を込めて読んでねクロエ。無言で訴えるとかあるし、これは読むだろ。読むよね。無言で訴えるがすごい気になるけどな。努力はしてみるが、バビロニアの青年ピラモスと乙女ティスベは、なんか挿絵の感じがライトノベルな感じやな。どっちか出てら。結婚することを望んでいました。しかし彼らの両親は二人の結婚に反対していました。会うことの禁じられた二人は隣同士に住みながら厚い壁越しに囁き合うことしかできません。ああ、ピュラモス。私の愛しい人。そこにいるの。いるよ、ティスベ。大切な人。いつだって私は、あなたのそばに。そうして雲間に月が灯り、星々が音もなく瞬く頃、二人はめいめい壁を相手に見立て、お別れの口づけをするのでした。全然心がこもってないわ。ダメ出し入った。お前なんか朗読の先生かお前は。ああ、ピラモス、愛しい人、そこにいるの。心込めるどころが演技じゃねえか。もちろんサティスベ、大切な人。演劇部ねえ、ここ演劇部。いつだって私はあなたのそばに。とまあこれくらいはやってくれなきゃ。本格派やな。もう絵本の読み聞かせ本格派かお前は。だから私は。そこまでしよう、お母さんおらんぞお前。大体これは悲しいシーンなのか。絵を見れば確かに悲しそうではあるけれど、悲しくも美しいキスシーンだわ。キスシーンだったんじゃ。壁にだろ、汚い。まあ
汚くなんかないわ。どうしてわからないのかしら。きっと恋をしたことがないからね。高校はあるのか。あるの。あ、ちょっとおいおい、修学旅行の夜、修学旅行の夜みたいな会話になってきたぞお前。ないけれど。ないかい。社長令嬢だったっけ。なんかお偉いさんの娘さんやけんな、高校ぽいというよりはお見合いっていう形でだったらありそうな感じの経歴になりそう。でも彼らの会いたいって気持ちはわかるわ。二人はすでに会ってるじゃないか。壁一枚挟んでいるとはいえ、言葉を交わせるならそれはもうほぼ会っているようなものじゃ。触れ合ってないんだよ、触れ合ってないんだよ。確かに私は以前クロエに言葉の大切さを説いたけれど、意思を伝える方法ってそれだけじゃない。時に言葉は感情を伝えるには拙すぎるの。愛にタグはつけられないでしょ。言葉や文字にできない情報は触れ合わなきゃ伝わらないの。ああ、コウコがこうやってコミュニケーションとかそういう人の愛とかそういうのをね教えていっきょったんやな、この頃から。指を絡めて触れ合って初めて二人は会えたって言える。言葉なしで思いを伝えられるほど近づいて、初めて二人はお互いを認め合うことができるのよ。どんな高性能デバイスを使えばタグや言葉なしで情報を伝えられるんだ。さすがにそんなヨタ話。そんなデジタルな話してるんじゃねえんだよ。ほら、あ、私の考えてることわかる。いや、それわかったらさ、それわかったらなんかそういう能力持っとるような感じの人になったらよお前。何も。例えばこうやって想像してみて。はい。おい、肌を合わせて唇を重ねて境界線なんかなくしてしまうの。なんか官能的な話してるなこいつ。一つになってしまえば言葉なんていらないって思わない。それ一つになってしまえばの意味ってさ、エッチな話じゃないよね。だって体温を通して全て伝わるわ。感情や思いや相手が思っていることさえも全部。私にはわかるわ、クロエの今の気持ち。マジで言い当ててみ。ドギマギしてる。うるさい、離れろバカ。典型的ツンデレ。クロエの反応が典型的ツンデレでしたよ。ちなみに俺はコウコの胸ばっか見てるよ。膨らみが大きいからね。グラモスとティスベは明日の晩二人で町を抜け出そうと決めました。町の外れの桑の木の下で落ち合おう。ピラモスは壁の向こうのティスベに伝えます。木の根に腰掛けて僕を待っていて。僕は必ず君のそばへ行くからね。夜になりベールでその顔を隠したティスベは人目を避けながら桑の木へ急ぎました。ああ、ピュラモスはまだかしら。ティスベは桑の木の根に腰掛けて愛する人の到着を待ちます。その背後にお腹を空かせたライオンが近づいてきているとも知らずに。死ぬんじゃここで。そのお話、おとなしくお話を聞いているみたいに見える。いや、読んでたんじゃ。内容をちゃんと理解しているのかな。ちょうどそういう、あ、読みよったやな。んなわけねえだろ、メテオラだぞ。言葉が理解できるはずねえ。眠くなったんじゃねえの。俺も今ちょっと眠くなったって。すっごい可愛いうっとりして声になったで。こんな顔するんじゃ。ヤマト、君のための読み聞かせではないからね。理解してんのかしてないのか。どういう顔やねんって思うね。コウコの記憶情報と共鳴しているだけだとしても、それはそれで素晴らしい成果ではあるんだけどね。うん。どっちにしろリアクションがないんじゃつまんない。中途半端なリアクションやもんな。そうだ、その本は物体としてもコウコ由来の品と言える。盲目だったコウコちゃんならその手触りこそ大切に記憶しているだろうね。クロエ、なるほど。ほら貸して。さ、その本アニマンとこに送ってみて。これは選択肢。
本送ってみて、あ、命令に従うか。従うか。従順な子は好きだよ、クロエ。はーい。奪い取り方。なんか反応してくれるか楽しみだね。楽しみだね。おりゃ。どうなんだろう、本そのものを見たとき。読めってか。これって続きを読んでってこと？あくまで読んでほしいって感じになっとる。これが本だって認識してんのか。らしいじゃないか。また一つコウコちゃんに近づいたね。そうやな、なんかコウコっぽい動きやな、これ。読んでっていう感じの反応がさ。もうなんじゃ。木の下へやってきた時。そんで読むんじゃ。ここにもありませんでした。木のそばに落ちていたのはティスベのベール。獣の爪に引き裂かれ、ボロボロになっていました。ああ、そんな。まさか、愛するティスベ、なんということだ。獣に襲われ、食われてしまったのか。一人にはさせない。約束したのだ。私はいつまでも、あなたのそばに。ピュラモスはナイフを、自らの胸に突き刺しました。しばらくしてライオンから逃げ隠れていたティスベが姿を現し、動かなくなったピュラモスを見つけます。愛する人が自ら命を絶ったのだと気づき、ティスベは声を上げて泣きました。そうして冷たくなった。あ、ごめんなさい、真似したつもりだった。あなたを一人で切り捨てた司祭も、私たちの愛を邪魔することなんてできはしない。白い桑の木を、どうかどうか私たちの愛した印をとどめておくれ。叫んでティスベはナイフを拾い、ピュラモスと同じように自らの胸を刺したのです。傷口からほとばしる鮮血が白い桑の木を真っ赤に染めていきました。こうして二人の血を浴びた桑の木は、今でもその愛の印をとどめ、真っ赤な実を結び続けるのでした。とんでもねえ話だな。これで最後だと言ったはずだ。同じ話を繰り返して何か楽しい。ダダを行える子供のような顔。ダメだよクロエ、これは生態調査の一環だってことを忘れないこと。つまり君に与えられた大事な仕事なの。アニマちゃんの言うこと聞いてあげ。同じものを何度も読まされる。そんなに何度も読まされよ。次は違うのを持ってくる。だから今日は終わりだ。うわ、かわいそうな顔。お前子供みたいな顔やとんの。この本の何がそんなに気に入ったんだ。こんな悲しいバッドエンドなのに。なんだ、コウコってバッドエンド愛好家だったん。だったら山田涼介っていう方の、山田涼介、山田裕介じゃん。山田涼介じゃん。平成ジャンプになってしまう。ちゃう、小説家の山田裕介さんじゃわ。そっちの方の小説はおすすめですよ。バッドエンドが多いよ。あら、だって最後に二人は一つになれたのよ。わからない。死んでしまえば全部終わりじゃないか。お前もこれがハッピーエンドに思えるのか。メテオラに何を尋ねる。あ、そうか、コウコはこれをハッピーエンドだと捉えとるんか。死んだとはいえ二人一緒になるからみたいな。ジュリーの命令に従って特殊個体の生態調査に付き合った。特殊個体は相変わらず粗暴で自由で勝手気ままに歌い、そして私にしか懐かない。懐いてんじゃん。ただ一つ以前とは違う変化が見られた。なんだ。頻繁に絵本の読み聞かせをねだってくるようになったのだ。まあお母さんみたいに。っていうか
生き取った頃のコウコみたいな感じか。不思議だね。アニマが興味を示すのは決まってコウコさんのお気に入りの本なんでしょ。ああ、試しに機関誌やニュースを読み聞かせてみても嫌がるだけだった。ニュース読み聞かせてもさ、それは嫌やな。そんなどうでもええわ。けどコウコの本棚にある。つまらないって。どれでもいいってわけじゃない。お、こいつが読んで欲しがるのは決まって絵本だとか図鑑だとか大きく絵の入った本。お、どういうこと。それは内容を理解しているから。少なくとも絵本が好きな幼児レベルの知能はあるってことだよね。そうなるのかな。クロエ、どうかした。なんだ、選択肢出てきた。心の内を話すってこじゃれされてにあったわ。コウコのために読み聞かせていた本を今はメテオラに読み聞かせている。コウコと似たような顔をしたコウコを食べたメテオラに私は何をしているんだろう。ジュリーの仮説通りあいつの中にコウコがいるなんて考えたくもないけれど、でももしも本当にコウコがあいつの中にいるのだとしたら、コウコは今の私を見てどう思うだろうか。私を食べた相手に読み聞かせだなんてってひどい裏切りだって名の知るのか。そんなことはないと思うけどな。それともまた会えたねって喜んでくれるのだろうか。これは植物ダリアか。これ目を花を咲かせる前の。食ってんじゃねえよお前。赤くなるのを待て。お、今度いちごが咲くの。もしかしてもったいねえなメテオラなんかに。そうだな、この世界本物のケーキだけどすごい希少品のはず。生態観察用にってことで上を説得してやっと手に入れられたんだ。ヤマトの分はないよ。へいへい、わかってるよ。食いたよな、ケーキ。上の連中が生身のマキアパイロットには優しくねえってことくらい。いちご。わあ、美味しそう。やべ、めちゃくちゃキシコン。え？うん。無理してでも手に入れてよかった。コウコの反応だったんこれ。ケーキはコウコさんの好物だったから。そうなんじゃ。そうだよね、クロエ。コウコは確かにケーキをよく家の人に用意してもらっていた。貴重なものなのに私の分までその度に二人で一緒に食べた。ああそうだったな、そんな回想あったわ。ケーキなんて私にとって一生食べられなくてもおかしくないくらいの嗜好品なのに、私なんかが食べていいのかってなんだか悪いことをしているような気がして困ってしまって、そんな私を笑ってコウコは言うんだ。あら、幸せを願い望むのに誰かの許しが必要かしら。あいつはいつだってイチゴから食べていた。そうなんじゃ。そんな行動も私はイチゴを最後に残しておくっていうことの話は聞くんやけど、バリバリ最初かっこいいよって私には理解できなかったけど。割と破天荒やなあいつ。こいつ優しくて温かくて好き。お前はいつもよくそんなこと恥ずかしげもなく言えるな。事実だものけれど思うに幸せは劇薬ね。幸せを感じれば感じるほど怖くなるの。お、この時間はいつか終わると知っているから、うん、胸が締め付けられるわ。クロエの声をいつか聞けなくなる日が来ると思うと、はあ、今まではこんなこと考えたことなんてなかったのに、最近は死ぬのがちょっと怖い。全部クロエのせいね。俺のせいにしないでくれ。今から死ぬことを考えるなんて気が早すぎる。まだそうやな。まあ10代だろうなお前。理解できない、いつもの軽口だから、あの時
私も軽口で返した。じゃあもしコウコが先に死んだら、コウコの石碑の前で読み聞かせよう。本当？嬉しい。約束よ。コウコは大げさに喜んで根元を拭った。泣くほど嬉しいのか。戸惑う私を見て笑う。不思議ちゃんだな。クロエ、あなたを見つけられてよかった。ずっと私のそばにいてね。あ、それがさっきの絵本の話みたいな感じにちょっとつながってきたんかな。覚えている。はい。コウコとの何気ないやりとりを、交わされた軽口を、喜ぶ顔や柔らかい声を、繋いだ手のぬくもりさえ覚えているのに、触れ合うことで全てがわかる。なんて嘘だ。現にコウコのことなんか分かってないじゃないかって言いたいかな。あの時嬉しいと泣いたコウコの涙の理由が分からずにいる。死ぬのが怖いと囁いたコウコが、どうしてあの日メテオラの前で私に笑いかけたのか。そうか、確かにあのシーン、コウコの中で何があったんだろう。分からずにいる。これが結構アルドデスの中でも特に謎やな。序盤から出てきていながら、なんだ私の考えてることわかる？わかるはずが。なんかだんだんメテオラの心なんて、アニマがクロエに対して情が湧いてきて、それに対してクロエもなんかアニマに対して情が湧きつつあるんか。これはずが私に触れようとするのは、なんかそんな展開になってきてる気がするな。捕食しようとしているから。ちょっとほんまにホモなのかって迷いが生じ始めてきているな。そんな展開じゃないこれ。どうかしてる。バカバカしい。